はい、現状の範囲、東京メニューからまあ教えてください。今47、8を週4回やります。はい、はい、どうですかね、こう、まあ、順調で動きもいいですし、はいはい、そうですね、良くなってますね。逆に気になるとどこ気になるかありますか。もう順調、ちょっと口向きが気になるぐらいで、うん、はい、まあ、でも良くはなってきてる、うん、まあ、ちょっとずつですけど、はいはい、そんだけ乗っても全然へこたれないですか。そうですね、全然もう今動きすぎないように。あ、そんな感じですか。セーブして、セーブして。まだまだまだ待って待ってって感じで、まあ、この時期のこの馬ですよ、ちょっとね、体良すぎるらいいですからね。そうですね、年齢なんかどうする感じがないですもん、なんか。そうですね、結構どっしりしてますね。3歳のこの時期ですって言われて、なんか鉄入って出してくれないと、まあ、そうですかって言いそうですもんね。うん、結構早めに行けるそうですか、向こう持っていくってなると。まあゴールデンウィーク前後ぐらいだとは思うんですけど、まず相談して決めていきたいと思います。最近、はい、乗っててもこんな感じで元気なんです。あ、そうか、もう余裕出てきたんだなと思って。あ、週4日あ半路乗っててこれだったらもうちょっとどうすることもできないですよね。そうですね。ね、映像見させてもらってもなんか余裕で上がってきてるじゃないですか。はい、結構ずっと抑えっぱなしですね。あ、最後まで、最後止まらなくて。ぶつかるぶつかるとかね。別に折り合い変えてるとかじゃなさそうですもんね。でもそういうわけでもないですけど、ね、一生懸命走るんで、まあ、そこはいいところなのかなと思いますね。出したら出した分だけ動きますし、動いて、はい、